せーの、友達以上、恋人以上、ユーヤノです。はい、はい、移住っていうか1ヶ月間生活しててんけど、その時に1ヶ月間あのお世話になったシェアハウス、外国人とかの人らが集まるシェアハウスってよくゲストハウスみたいな、よくあんねんけど、それの日本人だけ、まあ、文化の違いとかもあるみたいやから、まあ、俺はあんま海外は知らんねんけど、その文化の違いとかって生活でやっぱしんどいみたいで、その日本人だけでシェアハウスしたら文化一緒やから、なんか残念っていうか、まあ、上手居心地いいよねみたいな。そうね、ということで、今回呼んでいただいたんで、僕たちここで1ヶ月生活しておりました。はい、俺たちが1ヶ月どういうところで過ごしてたかっていう動画を撮ろうかなと思います。はい、俺これしてみてするやんマジでそうやねはい、じゃあちゃん、まず駐車場から案内しようか。はい、はい、これがあーちゃんズの愛車です。愛車、これあーちゃんこれ乗って生活してるんだ、うん、ちなみにサムイトは鍵差しっぱです。はい、何回も鍵抜くん忘れてるけどさ、うん、全然パクられへんよな。一回パクられたことないし、何もなくなったことない。もうしやんよな。で、これムエタイ、僕が言ってるムエタイのこのためだけにタイで買いました。じゃあお家入っていきますか。はい、庭はこんな感じでございます。はい、玄関脱ぎます。はい、ジャパニーズなので、ジャパニーズカルチャーなんでね。お邪魔します。はい、お邪魔します。リビングむちゃくちゃ絵になってる。これがリビングでございます。はい、ちょっとあんま伝わるか分からない。バカ広いよな。めっちゃ広い。鬼ごっこできるぐらいの広い。鬼ごっこなんか余裕やろ。隠れ物でなあ、とりあえずテレビがあって、はい、ゲームがあって、はい、カラオケもある。フライヤーしたり、濃縮したりしますね。はい、ここでみんなでご飯食べたりします。そうだね、ここでランランルームみたいな。ここが、はい、キッチン。キッチン、冷蔵庫とかもな、もう全然自由に使ってみたいな感じで、上が俺らの段です。あやが死ぬ気で買ったやつ、ごま油結局2回目買ってんや、うん、1回割っちゃったもんな、うん、ほんまに勝手に使ってくださいみたいな感じで、全部もう使っていいよみたいな。こんな感じ、お皿もいっぱいあるし、うん、お箸とかもいっぱいあるな、うん、これは何て言うんだっけ、LIDT みたいな。うん、正解正解。で、ここはなんかオーブン、オーブンとか。よくリュウタロウが編集、ここで編集してるね。そう、何がいいってさ、あっこにあのコンセントあんねん。これが、はい、ピュールです。ピュールね。ピュールはちょっと後で入りましょうか。ここは、はい、バーベキューとかするところかな。バーベキューしたね、一回、うん、一回のバーベキューしたね、ここで。見てこの景色、やばいよな。これを見ながらバーベキューします。ズクシ。はい、この三角と三角の間で、そう、これな、風が気持ちいいやな。すごいお気に入りスペース。ちなみに夜になるとウィーンって出てきて、ウィーンってモニター出てきて映画見れるんです。そう、映画見れます。パソコンで USB つないで見ますの。はい、このアングルで見る映画、普通に考えただけでもすごいやろ。エモいよな。エモすぎる。ゆうたらは猿族やんな。ゆうたらは猿族。え、うざ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 、びっくりしたここは何？ここも部屋？ここもあのゲストハウスでございます。へえ。こちらがジムになります。この景色を見ながらジムするんすね。そう、汗だく、ここで俺めっちゃ追い込んでる。あ、追い込めやんか、うん、追い込んだと、ここでってなるだけ、わかる？いらない別に見て、お願い、見てら幸せ、うん、じゃあ見る。これ15分これ飛んで、うちはもう縄跳びしたい。二重縄跳びしてみたい。あ、二重縄跳びじゃ今から選手権する。長いやつあるさ
変わって変わって変わって二重跳びな。今のは何かも見ましたけど。分かった。うい、うい、はい、じゃあバイバイ。バイバイ。景色やばない。はい、あちゃんじゃん、はい、かっこよく上がっていて。あの部屋見たい。え？あの部屋見たい。見たい。ちょっと映されてもらう話いいけど大丈夫。あ、スコア大丈夫です。5体くれます。大丈夫。早くしてください。我慢できません。すんずんしい。お部屋です。ベランダはね、ベランダバリ広い、あたちの部屋で。ベランダこんだけで、これがベッド、うん、で、こっちがお風呂。はい、お風呂にしてください。好きじゃない超俺らのものが揃っておりますね。うん、お風呂とトイレと。でもこれ2個あるから一緒にさ、できるから。これめっちゃいいな、うん、俺ら2人が並んで用意してるもんな。うわ、あちゃんゾーンでございます。どんなゲームするんですか？私は最近買ったポケットモンスターシャイニングパールっていう。あ、ついに買われた。今ちなみにバッジは何個取られました？ゼロですね。あ、ゼロ。モンスター選んだところで。ショーのショー。終わってます、はい、で、これがカラムーチョです。カラムーチョカタカナなんやな。はい、カラムーチョ。結構日本の日本語で書いてるよな、うん、日本語のまんま。だから日本ってさ、日本語に変えてさ商品化してくれるけど、うん、そういうことしやんくない。あ、タイはね、全然日本語でガンガン出してくれる。輸入したらそのまま商品として売れる。説明書あれやったもんな、日本語やったもん。あったあった。読めるんこれ。多分現地の人は読めへん。これなんか見覚えある。あ、これね、はい、言ってくれたんです。そうです、僕があのタイ式デートで、はい、TikTok で上げてるんですけど、タイ式のデートの仕方で。ユータロゴルフの時このこと2人で言って。ああ、そうな、俺の代わりになった。なったんかい。ちっちゃかったけど。なったんかい。俺がおらんくても生きていける。いけそうやな。じゃあ、はい、あーちゃんベランダ行きましょうか。あげてください。お嬢さん、お嬢さん、楽しみながらお酒飲むで。結構ここで人生初めてのビール4本目に行った。え？まあ、してるよ。限界突破した日ぐらいはしてるよ、君の。これ見てもらって分かるけど、ヤシの木がボンボン生えてるねんな、その辺に。今日めっちゃ綺麗、生えとるから。分かるかな、これみんな。分かるだろう。でも景色マジでいいよな。うん。他の人もさ、来るわけやん、他の日本人の方々も、うん、ガチテラスハウス、テラスハウス、だから
これ出会いが起きるかなって思ってたやつだけど、全然出会わなかった。あれあれあれもう神様は隣に素敵な人を出会わせてくれるからね。あとまあそれから1ヶ月間、濃い1ヶ月過ごさせてもらいました。ありがとうございました。じゃあ、あれか、はい、この感謝を糧に、はい、これから僕たち成長していきましょう。はい、頑張ります。ということで、このシェアハウスいいなと思ってくれたり、タイの俺たちの生活もうちょっと見たかったなってちょっとでも思ってくれた方はチャンネル登録、はい、グッドボタン、はい、コメント、はい、チャンネルの無断転載、はい、よろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。バイバイ。ごめん、せーの、ほな